い、どうもこんにちは、カジマックです。今回ラブパーさんより先月発売されたばかりの新商品、2ポート USB 急速充電器 RP-UC11 をご提供いただきましたんで、早速ご紹介していきたいと思います。で、今回も開封してすでに数日使ってみました。結果から先に言っちゃうと、これめちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいいんすけど、僕からすれば安心のラブパーさんだし、商品自体見た目だけで把握できるような簡単なものなんで、さほどご説明する要素がないんですね。ただその中でもいい部分とちょっとだけ注意したい部分がありましたんで、ご説明していきたいと思います。箱の中身はまず説明書。ハロー。そしてちょっとくちゃくちゃなサンキューカード。これわかりますかね？箱のサイズと合ってないんです。そして本体で以上です。はい、それでは本体いきますよ。せーの。はい、これわかりますかね？ツヤツヤのピッカピカです。本体サイズは 53×53×28.5mm。重さは 82g。 本体外観はこんな感じ。ここにコンセントプラグが収納されてます。 USB ポートは2つ、 24W 最大 4.8A の急速充電に対応。つまり2ポート同時充電の際も、両ポートとも最大 2.4A で急速充電が可能なんで、タブレット2台でも同時に急速充電ができるわけです。で、もちろん、iSmart テクノロジー搭載。接続された機器を自動検知して、その機器に適した電流で急速充電します。回路保護システムも装備してるんで安心安全です。これ総括すると、純正より急速充電可能かもしれないスペックの2ポート急速充電器ということ。要は、過去に紹介してきた複数ポートを持つ急速充電器、あんなに大層なものはいらないって方、あるいはとにかく2ポートでいいからコンパクトでモバイルに適した商品をお探しの方、はい、これ見つけときましたって言ってもいいぐらい、カジマ調べなんですけど、今日現在ではおそらくコスパも最強クラスで、冒頭でもお話しした通り、もう当たり前にいい商品なんで、いいところは当たり前のその全てっていうね。あれ、なんかちょっとどっかで聞いたようなセリフなんですけど、ほんとそんな感じで、最後に僕が使ってみて感じたいいところと、ちょっとどうかなって思ったポイントをお話ししたいと思います。まずいいところ、これはラブパーさんの商品全般に言えることかもしれないんですけど、コイル泣きが一切しないというところ。少なくても僕が耳をペタって押し付けても無音だと感じるレベル。これは日中、ざわついたオフィスなんかで使う方には関係ないことかもしれないんですけど、すごく静かな場所、寝室なんかに配置する場合、あるいはワンルームマンションにお住まいの方なら、そこが寝室も兼ねたりするわけで、意外とコイル泣きに悩まされてる方も多いと聞きます。でもね、こいつは大丈夫でした。そしてちょっとそのあたりに共通するかもしれない、僕が個人的にここはどうなのかなって思ったポイント。この RP-UC11、コンセントに挿した時点で USB ポートが青く光るんですね。はい、わかりますかね？こんな感じです。ちなみに部屋を暗くしてみると、こんな感じ。そんなに明るい光源ではないんですけど、これ気になる方はちょっと気になるかもしれません。逆に視認性が上がるから嬉しい仕様だっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、僕はこれ寝室に置いてみたところ、たまたまちょうど視界に光が入ってきたんで、寝室用としては断念したんですね。せっかくコイル泣きがないんでちょうどいいと思ったんですけど、うちの寝室には不向きだったんで、リビング用として使うことにしました。いや、ほんのちょっとしたことなんですよ。でもね、こういうちょっとしたことで使い勝手が変わってくることもあるんで、今回は一応お話ししておきます。と言ってもこれだけコンパクトで、2ポートとも最大 2.4A で急速充電できる優れものです。はい、それでは行きますよ。今回ご紹介したラブパーさんの2ポート USB 急速充電器 RP-UC11、 今日現在 Amazon さんでの価格がなんと1100円となってます。ちなみにカラバリはこのホワイトともう一種類ブラックが用意されてます。
そして今回もなんと同時購入特別キャンペーンとしてライトニングケーブルやモバイルバッテリー、マイクロ USB 急速充電対応のケーブル、割引クーポンセールを行ってます。詳しくは説明欄にリンク貼っておきますんで、ぜひともチェックしてみてください。ただ今回もホワイトとブラック、カラーによってキャンペーン対象商品が違いますんで、そのあたりはご注意いただきながらチェックしてみてください。かなりお買い得になってると思います。今回ご紹介した RP-UC11 少なくても今日現在 24W4.8A の2ポート急速充電器の中でこれを選ばない理由は見当たらないんじゃないかと思います。これと似たような商品もたくさん販売されてるんですけど、半分ぐらいのスペックのものが大して変わらない金額で販売されてますんで、比較検討の際はそのあたりも十分ご注意ください。ということで今回ラブパーさんから先月発売されたばかりの新商品 RP-UC11 のご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。